こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。また、取り消すね。どうせバーチャファイター3でしょ？そうや、今回は、前回同様、HDMI コンバーターに、アップスケーラーを挿して、ノーマルモードをクリアするぜ。オープニングが始まるわ。やっぱり、コンポーネントより、めっちゃ綺麗だぜ。そうよね、なので。視聴者の皆様方、よろしければ、全画面表示でお楽しみください。モード選択の文字も、老眼の、うぷ主でも余裕で読めるぜ。決定。キャラセレクト。今回のパイは、1P カラーでいくぜ。なんで？前回は 2P カラーでやったからかな？では、皆様、お楽しみください。Fight one, ready, go! あなたには空腹が足りないわ。 Fight two, ready, go!あなたには空腹が足りないわ。Fight three, ready, go!Fight one, ready, go!Fight two, ready, go!あなたには
クンフーが足りないわ。ファイト3、レディー、ゴー。Fight one, ready, go! Fight two, ready, go! Fight five. Ready, go! Fight one, ready, go! Fight four, ready, go!
Fight one, ready, go! Fight two, ready, go! あなたには空腹が足りないわ。 Fight three, ready, go! が足りないわ。 Fight four, ready, go! KO! あなたには空腹が足りないわ。Fight one, ready, go! あなたには空腹が足りないわ。 Fight two, ready, go!Ready, go! KO! あなたには空腹が足りないわ。Fight one, ready, go! Fight two, ready, go!
Fight one, ready, go! Fight one, ready, go! ウプなし、ノーマルモード、1P パイでキングラルに勝ちましたー。まあ、今回は、モードや勝敗をどうこういう目的の動画じゃないんだが。ウプなし、久々にノーマルモードをやって、チームバトルモードに比べ、結構頑張ったぜ。そうなん。ウプなしはご存知のように、パイしか使わないので、チームバトルモードでは、3人ともパイでやる。そうねー、ウプなしはいつもそうやってるわ。で、CPU も3人、ステージごとに選んでくるが、3人とも違うか、一緒のキャラが出ても2人だ。そうね。なので、ウプ主の苦手な、ジャッキーや、サラや、パイが、めっちゃ強くなる、ステージ7や8で出てきても、ウプ主、2回なら、パイ3人総動員して、なんとか勝つんだが、ノーマルモードなら、同じキャラに3回勝つのはきついぜ。なるほどねー。でも、ステージ8で、ジャッキー、サラ、ジャッキー、なんて、出てくる時もありそうね。そんなん、ボーナスステージのデュラル3体の方が、楽だぜ。てなことは置いておいて、今回は前回と同じく、HDMI コンバーターと、アップスケーラーで、ノーマルモードをクリアしたわけだ。綺麗な画質よね。HDMI コンバーターだけなら、フルハイビジョン。アップスケーラーを出せば、4K の画素数になるのが、プロパティで数字で確認できるんだが、それぞれの動画出力で出力し、見比べても、ウプ主の目では、違いがわからんのだな。なんか、そうみたいね。そうなると、フルハイビジョン画質で十分なんじゃないか？なんて、思ってしまうな。その辺は、また試行錯誤がいりそうね。
だな、今回の動画はこれで終わろう。そうね。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。ゲームオーバー。